ようこそ、ハルフレチャンネルへ。今回は、ソニーの交換レンズ、FE20-70mmF4G を紹介します。このチャンネルでは、パソコン、カメラ、ガジェットなどを紹介しています。よければチャンネル登録、お願いします。最初に特徴をまとめていきます。焦点距離は、超広角の 20mm スタートで、望遠側は、70mm までの標準ズームレンズとなっています。広角レンズを別に用意せずに撮影ができるので、風景はもちろん動画撮影なんかにも活躍できます。全域で開放 F4 という明るさを持ち、大きなボケも堪能できますし、G レンズの卓越した描写も備えているので、多くのシーンで活躍できると思います。レンズ構成は13群16枚で、9枚バネの円形絞りです。個人的に気に入っているのは、近接撮影に強いこと。最短撮影距離は25センチ、最大撮影倍率はなんと 0.39 倍です。ちょっとしたハーフマクロみたいな使い方もできるので、料理を撮ったり、小物を撮ったり、レビュー用の物撮りに使うことも可能です。サイズは 78.7×99mm、重さは 488g です。ソニーといえば、SEL24105G も人気がありますが、約 663g とやや重たいです。両者には約 175g の差があるので、軽さや広角側を優先するなら、今回紹介するレンズの方が有利になるでしょう。価格は、新品で16万円前後と標準レンズというには良いお値段します。ソニーさんは、もう少しレンズを安くしてもらえると助かりますね。続いて描写面をチェック。描写は、クリアで、コントラストの高さと繊細さを兼ね揃えています。柔らかい表現も得意にしているなぁという印象で、ゆるふわな表現もできるのが嬉しいです。AF も早く、困るほど迷うなんて感じはしません。開放 F4 ではありますが、ボケも、大きく、印象的な写真も撮れますし、意図したものをしっかり残せるレンズだと感じましたね。20mm は旅行や登山にも良さそうですし、軽いですから荷物が増えがちなシーンだと重宝すること間違いなしです。いわゆる普通の標準ズームレンズからすると、ワンランク上の快適さを提供してくれますね。ということで、FE20-70mmF4G のメリットは、G レンズらしい、確かな表現力、20mm スタートであること、近接撮影にも強い、スチルもムービーもこなせる、コンパクトで軽いことなのです。毎日持ち歩いても、負担の少ないレンズですし、広角レンズが必要になるシーンでも、これ一本でこなせるというのは強いです。広角側の焦点距離は、時として、望遠レンズの数十ミリにも匹敵するとも言われるので、その重要さも理解してもらえるでしょう。逆に、デメリットは、器用貧乏で、やや面白みに欠けること、価格が高めだということ、一本しか選べないなら SEL24105G かもってことでしょうか。人によっては、湾曲なんかを指摘する声もありますが、自分は気にならなかったです。総合的に見ると、便利で満足度の高いレンズだと思います。風景、スナップ、ポートレート、物撮り、Vlog など静止画も動画もこなせるので、幅広いシーンで活躍してくれるはずです。自分は、FE70-200mmF4 マクロの2型も持っているので、組み合わせて使おうと思っています。今回の動画は以上になります。チャンネル登録、高評価していただけると喜びます。Twitter やブログもやっています。概要欄からぜひチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。